今から100年以上も前、人類のほとんどが巨人に食い尽くされた。残った人類は巨人の越えられない壁を築き、安全な領域の確保に成功する。だがある日突然、その平和は破られた。壁の中に暮らすのは最後の人類、そう信じていた人々だ。しかしそれが全くの間違いであることを知る。壁の外には1800年にわたって巨人を殺戮兵器として利用する広大な人間社会が存在していた。壁の中の人類を絶滅させるため、巨人を送り込み続けていたのは同じ人間だったんだ。君は想像したことがあるだろうか。たった一枚の壁が絶望的に世界を分かち、人間を狂わせてしまうこと。たった一枚の壁が言い知れぬ恐怖を作り出し、真実を覆い隠してしまうこと。今この世界に生まれ出ようとする君は選択しなければいけない。壁の中で生きるのか、外で生きるのか。さあ、君の人生を始めよう。それがどんなに残酷な世界でも、君はもう戻れない。
今日に至るまで、どれほどの命が巨人に奪われたことでしょう。敵のいなくなったエルディア帝国は同族同士で殺し合うようになりました。巨人大戦の始まりです。巨人大戦を終結させ世界を救ったのはブリッツォ、世界を守っていたのは忌むべき壁の王であるカール・ブリッツの平和を願う心なのです。しかし近年その平和思想は淘汰され、始祖の巨人はパラディ島に住むあるものに奪われました。その名はエレン・イエーガー。つまりエレン・イエーガーは壁に潜む1000万個の超大型巨人たちによる襲撃、地鳴らしを発動させる可能性を秘めています。その脅威を阻止できるとすれば今しかありません。パラディ島の悪魔と共に戦ってほしい。今ここに宣言します。パラディ島敵勢力へ宣戦布告を。